レランス諸島、レランス大衆動員レランス諸島は、フランスのカンヌ沖合の島々で、サントノラ島、サントマルグリット島、サンフェレオル島、ラトラドリエル島によって構成されている。主となる島は、最初の2つで、後者の2つは、無人島である。行政上は、カンヌの一部である。日本語文献では、レラン諸島、レラン群島などとも表記される。サントノラ島の由来は、 4世紀ないし5世紀はじめ、聖、ホノラトゥスがこの地に修道院を創建したことによる。現在、この島には、レランス大修道院、海賊に対する防衛機能も備えた、要塞修道院、他いくつかの教会や礼拝堂が残っている。サント・マルグリット島は、サント・ノラ島よりも大きな島で、ホノラトゥスの妹の名前にちなんでいる。彼女はこの島に、 女子修道院を建設したと伝えられているが、現存しない。その代わり、この島には、リシュリュウの命で建設され、防番によって改造された、サント・マルグリット・砦が残されている。その砦は、かつて鉄仮面の男が収監されていたこともあった。現在、砦の一部は、海洋博物館になっている。ありがとうございます。